ゆいのややさん、どうもです。かぶさん、練習お疲れ様ですね。今日も、えー、気合い入ってますね。うん。ダンスは腰ですね、えー。最後の方、終わった後お疲れ気味でしたね。衣装も考えてるんですかまた楽しみですね。うん、衣装、多分作ると思いますよ。うん。やっぱ衣装できて、来て、納得の演技ができて、次に行けるんで、まあ衣装は作るかな。 でも、ちょっと衣装を作るっていうところまでモチベーションがちょっと微妙なんで、まあ、あの、振り捨てが納得できるようになるまで、なるのが先かな。はい。っていう感じでござる。うん。かぶさん、今日の秋方に、ほぼほぼ満月の月を見ましたよ。低いところにあったから、ちょっと不気味で怖かったです。うん。低いところにある満月は、ちょっと不気味じゃないですか。まあ、確かに。うん。26日に、えー、まんまるウルフムーン。 になりますよ。スリムがいると思うと嬉しいような変な気持ちになりますね。えスリムも復活してほしいですねってことは何今スリム元気ないのかな太陽光発電の件とかでですかねちょっとそ、そあのー、情報を追ってないんでわかんないんですけども。スリム元気ないんですかね,今ね元気出してほしいな。月にパワーを逆にね、地球からあげましょう。うん。うん、うん。 逆に月から見る地球っていうのを見てみたいね。うん。カムさん、もう体調は全開になりましたかたくさん動いてるみたいだから、治ったように見えますけど、どうですか胃カメラはえなさそうですかよかったですね。え気をつけたいですね。 うーん、まあ、たまに胃酸がね、なんか喉の方を通過してるような気がするんですよ。なんか変なもん食べたりとか、なんかこう油っぽい食べたりとかすると、なんかちょっと上がってきたりしますね。なんかこう食道のあたりかなうーん、ちょっとね、感じるんですよ。なんかね。だけどね、以前よりは、以前は、よりも、以前10のうち8くらいあったのが、今10のうち5か4が減ってるんで、まあ、結構良くなってはいるんですけどもね。ま、いかめだよ、ちょっとどうなのかな でも、いずれはやると思うんで、まあ、早いうちに一回やるかもしれないですね。うん。まあ、その時はよろしくお願いします。イカメラ体験談とかもちょっと話したいと思います。こっちイカメラってなんか、あのーそう、なんか、あのー、口の中にスプレーして、なんか、麻酔やるらしいですね。うん。なんか、ね、寝ちゃうらしいです、なんか。はい。えー、のにこさん。 よろしくお願いいたします。株ぶ本当に地震の被災地の方たちのところ、雪が降り続いていてとっても心配です。テレビの被災地特集で話しておりましたが、ボランティアや支援の準備はできているという連絡をいただいているんですが、あの、それを受け入れる体制が出てきていないとそういうことのためのエキスパートみたいな方などはいないんでしょうかうん。避難所での感染症も増えてきているのでとても心配です。 助けたいのに助けられないという、何とも言えず、歯がゆい気持ちになりますね。カくんが話しておりましたが、例年ならば雪が降らない地域にも今年は降っていると、天気予報医さんが話しておりました。やっぱりちょっと石川県の都半島ってあんま雪が降る。まあ、降るっちゃ降るんですけど、結構海沿いなんで意外と気温が上がるんですよね。でも今年はなぜか雪が降ってるんで、結構しかも積もってますよね。うん。 なんか被災地には、なんかタクシー会社がいて、んな,なんいくつか廃業しちゃったらしいんですけども、なんかあの、他の県からね、タクシーの運転手さんが来て、なんか女の人がね、いて、なんか結構、あの、地元の方を助けたりしてるらしいですね。そういった話は聞いてますけどね。やっぱ高齢の,高齢の方が結構多いんで、まあ病院に行ったりとか、なんかそんな話もね、して,してましたね。うん。 そういったスケッタの方もたくさんいらっしゃるという話ですね。うん。はい。えー、さて、さらかいさんどうもです。こんばんは。えー、京都アニメーション放火殺人事件が、えー、発生した日から今日の判決に至るまで長い道のりでした。えー、事件を起こした被告に関しても、えー、93%の大やけを負い、意識不明の状態で病院に緊急搬送されました。当時、大阪府、大阪山 おうん、大阪狭山ですね。大阪狭山市に、えー、主催する近畿大学病院に勤務されていた上田隆弘医師が、えー、青葉真嗣ですね。ですよね。被告の、えー、治療を担当することになりました。 しかし90%以上の大やけどを負っている状況で、救命率が低いと、極めて低いとされていて、厳しい戦いになることが引き込まれていました。5回ほど手術を繰り返すと、青葉被告の意識が回復し、最終的に約10回の手術でおおむね治療完了となりました。事件から約10ヶ月が経過した2 0 2 4年5月27日に、退院となり、退院と同時に、 京都府警によって逮捕という形になりました。当初は2020年1月頃の退院と逮捕を目指していましたが、発熱が相次いでおとと、2020年3月以降はコロナ禍となり、より慎重な対策が必要とされていて、ここまで遅れたそうです、うん京都府。京都府内で発生した事件となるため、通常は京都高一所に交流となりますが、 車椅子を使用しないといけないため、バリアフリー対策が完備されたところに移送する必要があったため、県境を越えて大阪府にある大阪工事所に交流となりまして、これでも異例のケースとなりました。うん。で、対話したものの、あの、何だっけ、そも引き続き車椅子で移動が必要な状況となっていて、裁判への法定も 刑務官によってて車椅子を引かれれる形とられていますと、うんえ。こうした経緯を経て、今日判決の日を迎えて、青葉被告に死刑判決が言い渡されました。被告の主治医を務めた上田医師は、現在は鳥取県米子市に取材をするえ鳥,取大学遺族鳥取大学医学部附属病院で勤務されています。上田,医師,は上田医師はですね、 大場被告の主治医を担当し、救命に成功したことになり、一躍有名になりましたが、上田医師はこれ以上、これ以降にも大きな功績を残しています。大場被告の救命経験を生かして、2021年2月に鳥取大学医学部附属病院において、 95%の大やけどをった患者さんの SG を担当することになりますが、ここでも救命に成功しています。うん。しかもこの患者さんに関しては、自力で歩けるようになるまで回復を果たしたそうです。う大師は本当にすごい方であると感じました。素晴らしい、すごいですね。95%の大やけどで復活すると、まあ、 この基準っていうのは僕にはよくわかんないですが、すごいことだっていうのはちょっと感じますね。でもこう、青葉被告っていうのはこれは放火犯ですよねで。何十人も殺した、放火させて、放火してね。その人をこう、助けるっていうね、こう、なんとも言えない、こう、なんか不思議な矛盾というか、なんとも言えないですね。なんだろう。でも、生かすことによって、生かして、 で、こう、真実を口から語らせるっていう、まあ、罪を償うっていう意味でも、そういう使命があったわけだと思うんですよ。なかなかでも、こう、いろんな葛藤があると思うんですよね。うん。やっぱそこは、やっぱ、医者は医師だから。やっぱこう、目の前の、えー、なんだえー、まあ、なんで、なんでしょう、こう、体っていうか、まあ、目の前の医師、まあ、体、体をこう、助けるって。そこを、まあ、やっぱ集中すると思いますけども、やっぱどっかに、 あ、放火犯ですからね。なんかそのこう矛盾というか、心の葛藤とかってね、あると思うんですよね。うん。難しさがあったと思うんですよ。うん。はい。ということです。まあこれはね、うん。まあ今後も続報が入ってくると思うんですけどね。うん。